かめんどくさいんだよね、いちいちさ。もっとさ、強気に引っ張ってくれないと、私のこと見てないでしょ。いや、めっちゃ見てるよ。いいよ、私じゃあ、恋愛するからいい。いや、そういうこと。じゃあ、りゅうくんに変えればよくない？はい、お疲れ様です。今日は、りゅうにこう、同伴についてきてもらったって感じです。あの、さくらさん。いや、ほら、エッチと一緒。一回やったら一回も一緒。がいたら露伴してしたいなみたいな感じだったんですよ。イルミネーション見に行こうかっていう感じです。まさか3人でイルミネーション、はい、初っすね。初まあ楽しみ。まあでもやっぱヘルプとして誘ってもらえるのは嬉しいんで、まあ頑張ります。ありがとうございます。じゃ あの待ち合わせしてるんで行きましょうか。行きますか。お願いします。お待たせ。あ、おはよう。お待たせ。お待たせしました。行きましょうか。いや、ありがとう。ちょっと嬉しい。ちょっと真ん中ね。ありがとうね。ちょっと大丈夫、言い過ぎじゃない。それ何、焼き餅焼いてるの？焼き餅にする？そんな何？どっち？そんなやろ。どっちなの？リュウも困っちゃうから。そんなことないね。ヨッピー優しいからそんなことない。エアコンと違って優しい。優しいね。優しくないかな。優しい。なんかこんな豪華な同伴してもらえて嬉しい。ありがとうございます。うん、ありがとうね。じゃあこういう感じでいい？はい。俺入ってる。入ってる。入ってる。入ってなかった。入ってなかった。なんかこの音が、ね、独特な。なんかさっき書いてあったよ。でもお便りね、二人の会話の方が楽しいもんね。二人、そっちの二人じゃなくて。なんかはい。ちょっとね、嫉妬してもらうかなみたいな。そう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 、まあ、ぼちぼち。そうなんだ。微妙なとこっすかね。そうなんだ。ナンバーも落ちちゃった。そう、大丈夫だよ、私が復活させてあげるから。間振ってくれる。そうすごい、あれ、あ、なんだ、何あれ。そう、何の形、何なの。赤ちゃんっぽい感じ。あー、すごい。はははは、出てる。いいね、かっこいい。いいじゃん。なんか一緒に今のチンチン。あ、これ、こればっかり。そうあの、ほら、エンジェルリーグついてるやつ。あ、いいね。いい。じゃあ光らせて、もっと光らせて。すごいすごい、いや、やっぱすごいわ。光らせてる。すごい。やる？やんない。あ、でも綺麗だね。めちゃめちゃ綺麗。でもなんかやっぱキラキラしてて、私たちみたいだね。おお。嬉しい。なんかでもさ、こういう寒いところのね、キラキラしたところでこっそり。ちょっと人いっぱいいるよ。でもちょっとそっちの方とか行けば分かんなくない？違う。そんなスペースないから。あ、そう。そっか。どれなの？ねえ、ね、向こうの方とか行けそうじゃない？あ、ちょっとごめんごめん。ごめん。風が吹いちゃってごめんね。強風ですからね。そう、ちょっと風強いね。大丈夫だった、ごめんね、よろけちゃった。さあ、リュウもさ、ちょっと多分困ってるからさ。近いよ。え、そう。じゃあ、ちょっと違うな。何、ずっとくっついてないとダメなの？ダメ、くっついてないとダメ。ちょっとさ、あのさ、リータさんがさ、あの、近くいるっぽいからさ、合流してくる。いいの？この間さ、電話番号渡したのに電話くれなくて寂しかったな。やっぱりダメなんだよ。そっか。過ぎてあげるだけだ。大
LINE の ID も送ってあげたのに、その後シュッて入れたの分かんなかったでしょ。びっくりしちゃって。え、何最近でもさっきちょっと落ちちゃったとかって言ってたけど、はい、ホストやっていけそうなの？まあまあ、諦めずにやりはするんですから。そうなん、でもなんか、なんやかんやさ、レイナ君ちょっとうるさいですか。かっちゃかいところあるからさ。どこかは言わないけど。そっちかかえて帰ると思うから、どうかなと思うんだけど、結構苦労してるかなみたいなところもあるんじゃないかなと思ったんだけど。でもやっぱレイナさん好きでついてきてる。そういうのはないけど。あ、そう？それまあ、よかったけどな。え、でも私助けになりたいの。じゃあ誰か紹介してください。じゃあ私が指名がしちゃうかな。それはできない。そうなの？でもなんか言えばなんとかしてくれるんじゃないの、バイトの話。まあ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 、ね、ルールは決めれるかもしれないけど、ね、そうだ、一番ないんだから行けるでしょ。いやでもなんか寒いね、ちょっとあったかいとこ行こうよ。なんかどうせもうすぐ来るんでしょ。すぐさ、この辺だったら分かるし、ちょっと移動しようよ。なんだったらでもあったかいところだからホテルとか行っちゃってもいいし。あー、ホテル、でもいいじゃん、だからちょうど。そう、なんかこの辺みんなさ、そういう感じだし大丈夫。風よけ、風よけ。いやもうテンション冷たい。え、冷たい、温かく。おーい。いやー、いやめっちゃ冷たい。でしょ、温かい。じゃあここ一緒に入れてさ、温かくしよう、温かくしよう。ポケットやっぱちっちゃいんで。こっちのポケットに。こっちもした、ね、入った、入った、入った。もう何言っちゃってんの。違うでしょ。違う、違う、違う。ね、この中で何イチャイチャしちゃってるの。もういやー強い。ねえねえ、なんかさ、このままどっかちょっと行っちゃおうよ。どこにですか。え、なんか向こう、もう一つとかホテルあるとか。ええー、もうそろそろ来ますよ、レイナさんも。あったかいとこあると思うんだし。ねえ、いいじゃん、なんかさ、もうてな、もうなんやかんや、このまま付き合っちゃえば別にさ。いやいやいや、お店がもっと関係なくなっちゃうじゃん。よくない？それでもいいかも。それいいかも。え、だって別にプライベート関係ないじゃん。やっぱレイナさん。でも指名は指名で続いてるし、ホストはホストで続いてるけど、プライベートでやってますから。ちゃんとほら、お店の中ではそういうのもあらさないようにするし。あ、じゃあもう私決めた、指名買いする。いやいやいや、何？もうリュウ君にする。それだったら別に問題ないでしょ？それ、いや、だってそれできないですよ。なんかちょっと、そういう雰囲気に行こう。ちょっとさ、何個か。え、ここ別に、あったかい。あったかいとこじゃないよ。あったかいとこ。風、風を受けてるし、大丈夫。何してる？え？何しおい、リュウ、リュウ、大丈夫、大丈夫、リュウ。なんで、大丈夫。またちょっかい買い出してる。え、出してない、出してない。出してる。出してない、出してない。出してないよ。出してない。本当に。あんた、あんた。移動しすぎだよ。え、なんで、別にちょっとさ、だってさっきからずっとさ、私と一緒にイルミネーション楽しみたいと思ってくれたと思うんだけど、心配ばっかりしてさ、いやいや、ちょっと楽しくしてただけじゃん。ちょっと楽しくしてただけで大丈夫、大丈夫。何の心配してんの、どっちの心配してんの、私の心配してんじゃない。いや、どっちもだよ、どっちも。じゃあ変なことしない。なに、変なことなんかしてないし。心配だよ。うるさいな、もう説教ばっかり。もうほんと説教師さんかよ。え、っていうかだってなんかさ、全然迷惑かまってくんないしさ。いやいや、そんなことないよ。だってさ、普通にさ、3人でさ、イルミネーションとかさ、結構かまってると思うよ。別にちょっとヘルプと遊んでたらいいじゃん。いや、ちょっと楽しくしてただけでしょ。まあちょっとリュウも困っちゃってるでしょ。困ってないよ。困ってるって言ってたの。え、リュウって私のこと困ってるって言ってたの。いや、言ってないけど。言ってないんでしょ。言ってないんだったら連れてきてるの。普通はさ、さくらちゃんさ、持ってることであってさ、でもさ、それってリュウって私じゃん、指名買いするからいい。いや、そういうこと。え、リュウ君に変えればよくない。いやいや、それはさ、違うじゃん。なんで？え、なんで？なんでじゃん。もううるさいよ、ほんとに。いやいや、まあまあ、なんなの。楽しく行こうよ。楽しんでる。楽しくしてないのがレア君が怒ってるから楽しくないだけでしょ。え、リュウ君さ、ちょっともうあのおじさんほっといてどっか行こうよ。え、いやいやいや、だってこれからお店も行くし。行くけどさ、なんかもううるさいんだもん、いちいち一緒に3人で楽しくしましょうよ。え、なんかリュウ君も
なんか結構なんだかんだ硬くてめんどくさいね。ちょっと遊ぼうって言ってるだけじゃん。ホテル行こうよって言ってるだけじゃん。まあでもやっぱなんかいいよ、めんどくさいよ。いいなもうそう。エタ君はどうなの？俺？今日来てくれたの？いや、そうや、楽しみに来て。俺？なんで来てくれたの今日？私と会いたくて来てくれたの？そうだよ。嬉しい。さあ、エタ君と一緒に今日はちょっと一緒にいたいな。いや無理だよ。なんでよ、いいじゃん、別に一緒に。いや、お店ではさ、そうだ、今日さクリスマスプレゼンちょっと早いけど、これあげるって。ありがとう。めちゃめちゃニュー書いてない、ね、気のせい気のせい。これさ、あ、こっちはさ、レイヤーさんにあげようかと思ったけど、あげるわ、はい、ありがとね。今日ほら、同伴来てくれてありがとね。これね、サンディ作った手作りのセッティーなんだ。そうなの。美味しそう。お菓子作りも得意だから、美味しいよ、食べてね。あれ、俺はないかも。うん、いるの。いや、まあ、もうレイヤーさんなんて構ってくれないから悪いんだ。なんかめんどくさいんだよね、いちいちさ。もっとさ、強気に引っ張ってくれないと、こっちもいけないんだよね。いや、なんかさ、全然足りない。なんか、なんでも受け身だしさ、なんでもいいよいいよってなるしさ、ちょっとさ、向こうの心配ばっかり、私のこともやってくれないと。いやいや、絶対さ、なんか、従業員の心配ばっかりで、ひなの心配、何もしてくれないよ。結構してるよ。私のこと見てないでしょ。いや、めっちゃ見てるよ。全然見てない。見てるって思わない。見てるよ。知らない。ねえ、食べな食べな。でも今ここだとちょっと寒いしな。二人きり食べよう。うん。とりあえずお店行こうかじゃん。そう、行く？じゃあお店行こうか。ねえ、一緒に来る、プール一緒に行こう。あ、もう。ね。違うよ。ついてきてもらえればいいじゃん。じゃあみんな同じ方向だから大丈夫。みんなで行こう。大丈夫。